国の方が法律を守らなかったわけですから、そのことについては私は堂々と主張するべきであると思います。県民の皆さんが、多くの方々がやはりこの翁長武志知事が間違いなく沖縄の経済を、順調に進めて、しかも、子どもの貧困対策にも取り組みながら、しかしこれ以上もう新しい基地を作らせないというその言葉を、思いを本当にもう命を削って全うしようとしたということが、多くの県民の皆さんの気持ちにしっかりと宿っていたというふうに思いますし、その気持ちが私に後押しをしていただいたのではないかというふうに思います。今後辺野古の新基地建設の問題についてはどのように取り組んでいかれますか？はい、沖縄県が、発出しています、承認撤回は、これは私はもうしっかりと支持をいたしますし、辺野古に新しい基地を作らせないというこの誓いは私はしっかりとぶれずに、これからも全うしていきたいというふうに思います。ご協力ありがとうございます。